イアン・カラムは、スコットランド出身のインダストリアルデザイナー。世界的に巧妙なカーデザイナーの一人で、フォードモーター、TWR、ジャガーのデザインディレクターを歴任した。2019年度の世界カー・オブ・ザ・イヤー参観獲得を、モックトに、業界から退き、デザイン会社を設立して、フリーで活動している。弟は、同じく、カーデザイナーを務めるモーレー・カラム。 カラムは1954年にスコットランドダンフリーズに生まれた。1968年に職を得ることを期待して、ジャガー宛てに自動車デザイン案を送付したことがある。ランチェスター科学技術大学のスクール・オブ・トランスポーテーション・デザインとアバディーン大学カレッジ・オブ・アーツ・ソーシャル・サイエンシズで学んだ後、グラスゴー美術学校でインダストリアルデザインの学位を得た。 ついで美術系大学院大学であるロイヤルカレッジ・オブ・アートで自動車デザインの修士号を得た。1979年から1990年までフォードモーターに在籍。ダントン、日本、イタリア、オーストラリアに勤務する。デザインしたのは自動車の小さな部品、ほとんどはステアリングホイール、フィエスタやモンデオなどやや平凡な車と同時に、 RS200 や欧州部門でのフォードエスコートなど、フォードブランドのイメージを構築する重要な車種のデザインにも貢献した。カラムは RCA の同級生であるピーター・ホーブリートの共作である校舎の仕事を特に誇りに思っているという。その後トリノのカロッツェリアギアのデザインスタジオで、ビア、ジグ、そしてザグといったショーカーのコンセプトをデザインした。 11年にわたるアメリカの大企業勤務めの後、1990年にフォードを退社し、トム・ウォーキンショーとピーター・スティーブンス共に TWR デザインを立ち上げる。1991年には TWR デザインのチーフデザイナー兼、ジェネラルマネージャーに就任した。おそらく彼の最も有名な作品である、アストン・マーティン DB7 は、この時期にデザインされた。バンキッシュや、 V 型12気筒の DB7 バンテージ、プロジェクトバンテージコンセプトカーも彼によるデザインである。それに加え TWR デザインのクライアントである、ボルボやマツダ、ホールデンスペシャルビアケルズへの幅広いデザインプログラムの責任者でもあった。1999年に、ゴジェフローソンの公認として、ジャガーのデザインディレクターに就任する。この期間の前後、短期間ではあるがカラムは、 ジャガーとアストン・マーティンというイギリスを代表するに大高級車ブランドのデザインを取りまとめていたことになる。アストン・マーティン DBQ の初期デザインは後にヘンリック・フィスカーが完成させた。ただこのデザインに彼がどれくらいのレベルで関わっていたかは明らかにされていない。ジェフ・ローソンによる2001年発売 X タイプや2002年の3代目 XJ である X350 は 開発がすでに進んでいたため関わっておらず、彼の影響下にある初期の作品は2001年のコンセプトカージャガー R クーペと2003年の RD6 が挙げられる。カラムの関わった最初のジャガー量産者は2004年の S タイプのフェイスリフト。次に2004年の X タイプ S テートのテールゲートをデザインした。これらはまだローソン風のデザインを受け継いでいる。X タイプ S, S タイプ、そして XJ に顕著なローソン時代のレトロ趣味からの脱却を目指し、カラムは次世代のジャガーのための新しいスタイルを模索し始めた。この動きは2006年の2代目 XK を皮切りに、ジャガー CXF コンセプトカーや、それを元にした2008年の XK、そして2010年の XJ へと続く。XK のデザインは、 カストン・マーティン DB q に似通っているが、カラムによるとこれは現代の安全規定の結果とのこと。また2010年の CE75 コンセプトカーと2013年の F タイプの監修も行っている。カラムによると、ジャガーの車はクールだと思われるべきだ。クールな車は興味深い最先端の人々を引きつけるから。彼は、 インタビューなどでしばしばジャガーを最先端で新しい車をデザインすると方向づけており、ローソン時代までの伝統からの決別を伺わせる。2019年6月、ジャガー社を退任。ジャガー社から退任後、デザインエンジニアリングのコンサルタント会社、キャロムを設立。自動車以外により広範囲の製品デザインに着手を始めた。1995年、 東京スコットランド出身であるジムクラークメモリアルアワードを弟と共に受賞。これは毎年自動車業界に多大な功績を残したスコットランド人に贈られる賞である。受賞理由は DB7 のスタイリング。2006年英国ロイヤルソサイティオブ・アーツよりロイヤルデザイナーズ・フォー・インダストリーを受賞。デザイン上の功績をルマン24時間レースを2度制覇した。 東京ダムフリーズ出身のアラン・マクニッシュが褒めたたえている。2009年、イギリスのオートエクスプレスの開会式で、パーソン・オブ・ザ・イヤーを受賞。受賞理由は、XK と XK、XJ のデザイン。数々の美しい車をデザインした功績で、雑誌トップ、ギアのメイン・オブ・ザ・イヤー2012の一人に選ばれている。2013年、担当した シャッシュ・ジャガー界タイプにて、世界カー、デザインオブザイヤーを受賞し、ジャガーに、初めての世界タイトルをもたらした。2014年、デザイナー公認協会のミネルバメダルを受賞。2017年、ジャガー界ペースにて、世界カーオブザイヤー、カー、デザインオブザイヤーを受賞。2018年、母国の科学、技術者に贈られる最高名誉、王立協会フェローを受賞し、 同エディンバラ地区の会員に選出。2019年、ジャガーアイペースがヨーロッパカーオブザイヤーそして世界カーオブザイヤーにて3部門を受賞。同7月には母国の栄誉大英帝国勲章を除勲。ありがとうございます。